皆さんこんにちは。こちらの動画では歌ってみた動画や歌枠をしたら著作権の申し立てを受けてしまったという時の対処法についてお話ししていきます。歌ってみた動画を出したり歌枠をした後に YouTube スタジオのダッシュボードにこんなメッセージが出ることがあります。重要なお知らせ、著作権の申し立てを受けた動画、こんなメッセージですね。このオプション表示をクリックすると、こんな感じで著作権の申し立てを受けた曲が出てきます。それぞれの曲をクリックすると、著作権の申し立ての種類や著作権者の情報などがわかります。申し立てのタイプにもよりますが、このままの状態で何もしないでいると広告収入が得られなくなったり、アーカイブ自体が公開できなくなったりしてしまいます。歌ってみた動画や歌枠をした時に著作権侵害に当たらないように自分で楽曲を作成したり、著作権フリーのサイトを使っていたりしても、 YouTube の AI 機能でこのように自動的に著作権の申し立てがされてしまうことがあるので、こういう場合はこの操作の選択から異議申し立てというのをすることで著作権の申し立てが撤回されることがありますので、今日はその異議申し立てのやり方を説明していきます。ではこの異議申し立てというところをクリックしていきましょう。そうするとこのような画面が出てきます。以下はコンテンツ ID の申し立てに対して異議申し立てを行う正当な理由にはなりませんという感じで出てくるので、今回の異議申し立ては上記のいずれの理由にも基づいていませんというところにチェックをします。そして次へをクリックします。するとこのような画面が出てきます。この申し立てに異議を申し立てる主な理由を選択してください。今回の歌枠の場合は使った楽曲がカラオケ歌っちゃおうさんという楽曲提供サイトですので、ライセンスを選びます。そして次へを選びます。著作権者からコンテンツの使用許可を得ていますというところにチェックを押します。そして次へをクリックします。そうすると次の画面でライセンス情報を以下に入力してくださいという文字を入力する画面が出てきますので、そこに今回の歌枠で使ったカラオケ歌っちゃおうさんの情報を入力していきます。リツは毎回このような感じの文言を入力しています。今回この動画に使用し著作権侵害の申し立てがされた楽曲はカラオケ歌っちゃおう様の作成した音源で、カラオケ歌っちゃおう様に著作権があり、こちらの URL の音源を使用しております。この動画での使用は著作者様からコンテンツの使用許可を得ております。この動画の著作権侵害の申し立てを撤回していただくようお願い申し上げます。そしてこちらのボックスにチェックをします。最後にこちらに名前を署名して終了となります。こちらは会社名やチャンネル名ではなくご自身の氏名を入力してください。そして送信ボタンをクリックします。するとこのように異議申し立て送信済みという画面が出てきます。ここまで来たら、あとは異議申し立てによって著作権侵害の申し立てが撤回されるか、もしくは異議申し立てを却下されるか、どちらかのお知らせが届きますので、それまでお待ちください。はい、いかがだったでしょうか。このように著作権の申し立てを受けた動画があったら、異議申し立てをすることで著作権の申し立てを取り下げてもらうことができることがありますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは次の動画や配信でお会いしましょう。またねー。